しれません。では聞いてください。優しさに包まれたなら、次の曲なんですけど、今日は、トルクロットさんだったり、ジャングルさんが、息子さんや娘さんを連れて出して、なんかいいなと思って、で自分も今2人の子供がいるんですけど。